ては参ります。これは二つの村の物語、その結末やいかに。はここは相模の国、川を挟んだ厚木村と妻田村では長い間ひねりが続いておりました。大層仲の良い村でしたが、川木とともに村人たちの心は枯れ果て、ついには争いを始めてしまったのです。